こんにちは、こんばんは。ダイスチャンネル、ダイスです。今回は妖怪ウォッチ3すき焼きやっていきます。今回はここから。前回ですね、ピザを食べ終わったら夜になり、寝て起きたらゾンビナイト、初めてのすき焼きだとゾンビナイトですね。それではやっていきたいと思います。ウィスパー、ね、どこにいるの？ウィスパーもいない。ジバニャーン、ウィスパーもジバニャンもいない。二人ともどこ行ったんだろう。ここで引きこもりをね、聞いてほしかったんですよね、個人的には。あれ、何の音？外でなんかやってるのかな。うん、外まで見に行ってみるか。怖いよー、怖いよー、やばいよー。歩き方歩き方が、引きこもりもいないんだよね。でお父さんお母さんの部屋も空。そうそう、最初に、ね、教えてもらったのが確かこれだった。怖いよー。他には触れるとこないんですよね。行くか、うまくいけるかな。なんだこの霧、後ろ姿後ろ姿、ほらそれ、話しかけちゃいけないオーラ出てたじゃん。うだーいはあ、襲われてるよ、もう。だったーい。あ、ゾゾーンだった。だったーいに聞こえた。大丈夫か少年。ここは危険だ。うん。一旦君の家に入ろう。よくよく考えると、博士ってかっこいいですよね。危なかったな少年。あなたは？はい、私の名前はリリー・フランシー。フランシー博士と呼んでくれ。フランシー博士？そう、私はゾンビナイトを研究する博士なのだ。ゾンビナイトってさっきの、容器のバランスが乱れた闇夜にゾンビが街にあふれる怪現象、それがゾンビナイトだ。ゾンビナイトは一度迷い込んだら最後、二度と元の世界に戻ることはできない。そんなの困るよ。まあ焦るな、実は戻る方法が一つだけある。この町にある夜明けの鐘を鳴らすことができれば、夜が明けてゾンビナイトから元の世界に戻すことができる。その夜明けの鐘はどこにあるの？夜明けの鐘はこの町の様々な施設に存在する。じゃあなんとかその鐘を鳴らしてくれよ。丸腰では危険だ、これを貸してやろう。対ゾンビハンマーを手に入れた。あ、これ撃つところに骸骨マークなのかな。なんかちっちゃいエイリアンの顔、顔がでっかいエイリアンの絵にも見えるんですけどね。それがあれば子供の君でもゾンビを倒すことができるはずだ。それとこれも貸してやろう。耐久ベスト、星印ね。フランシー博士はベルトのバックルのところは三日月なんですよね。それを着ればゾンビの攻撃も少しは耐えられるぞ。あとはこれも必要だったな。バックバック、リュック。外で拾った物資はそのバックパックに入れるんだ。フランシー博士ありがとう。それではそろそろ失礼させてもらう。ゾンビナイトの調査が待っているからな。そうだ、最後にこれを渡しておこう。トランシーバー、ピンクかわいいよね。これでゾンビナイト中であればいつでも連絡を取れる。君が無事脱出できるようにサポートしてやろう。助かるよ。ここから一番近い金はザッカリストアにある。まずはザッカリストアを目指すんだ。わかった、じゃあな、健闘を祈る。では初ゾンビナイト行ってみましょう。目標追加、ザッカリストア。危険度はいい、青コインがもらえるんですよね。これでも初めて寿司で行った時にめっちゃ時間かかった気がするので、今回はサクッと行きたいんですよね。近くにゾンビがうろうろしているはずだ。見つからないように背後から近づき一撃をかわす。ほい、全力攻撃だ。ゾンビは君を見つけると襲ってくる。できるだけ見つからずに行動しろよ。どうしても邪魔なゾンビがいたら A ボタンでハンマー攻撃だ。ただしゾンビと正面から殴り合っては勝ち目がない。見つからないように背後から忍び寄って不意打ちを食らわせるんだ。不意打ちを食らわせれば大ダメージを与えられるぞ。
だが見つかったら不意打ちはできない。しかもゾンビは近くの仲間を呼び寄せる。見つかったら一旦逃げる方がいいな。自分の体力にも気をつけて行動しろよ。いいか、見つからずに近づいて攻撃だぞ。はい、分かったから、分かったからじゃなかった分かったら雑貨リストアに向かうんだ。うじゃうじゃいる、うじゃうじゃ。ちょっとここは高めにした方がいいですね。結構いるんですよね。ほい、1体目よし。ちゃっちゃちゃーん、2体目よーし。この3体目、自宅の脇から来る子は来ないんだったかな。来ない？あ、なんかちょっと来てた。危ない。さっさっさ。空振った。でも、倒せましたね。危ない危ない。ふや！入ってしま、痛い。痛い。当たった。入ってしまいましたね。雑貨リストア。結構一番最初って多かったんですね。懐かしい。 A ボタンを押し続けたら鐘が鳴る。ゾンビに見つからないように鐘も鳴らそう。はい、サクッと、あ、サクッとって言いながらこう完璧に、おい見てみろよ、食料が落ちているぞ。完璧に空振っていましたね。これを拾った方がいいんだよね。アイテム、バトルアイテムに近づくと拾うことができるぞ。君が拾ったバトルアイテムはバックパックに入るんだ。バトルアイテムは体力を回復するものや攻撃をアップするものがある。使うときは下側面のバックパックボタンをタッチしてアイテムを選ぶといい。そう、限り、数に限りがございますなんだよね。捨てたことはないんだけど使ったことがあるかな。使ってますね。私結構使ってるな。よし、無事な感じでいけましたね。金、君はなかなか見込みがありそうだな。ありがとう博士。君がいれば、あるいはもしもう一度会えたなら君に頼みたいことがある。さあその金を鳴らすんだ。金が鳴らしてる奥にね、扇風機が回ってるのが若干シュールな映像ですね。うん、脱出成功。いけた。これでゾンビナイトの一番最初、雑貨リストアは解放されました。報酬は青コインゲットできましたね。よしよし、 OK。朝になったぜ。博士やったよ、俺ちゃんと鐘を鳴らし。ってあれ、浮いて寝てるよ、ウィスパーチバニャ。さっきのゾンビたちは夢だったのかな。信じてくれるかわからないが、ゾンビナイトに会ったんだよ。ねえ、ボケてたんじゃないのにゃん。本当にゾンビいたんだってば、信じてよ。それに夜にゾンビが出たらから、ゾンビナイトっていくらなんでも名前が普通すぎません？不思議マガジンヌーにだってそんな記事載ってませんしね。ぐー、いいつぶやきネタをもらったでびす。あ、ネタにされる。ここでね、ストーリーリンクが入りますね。リンク発動。もや、新しいヌーが追加されたみたいですよ。はあ、はいはい、それは良かったにゃんね。このジバ野郎、ちょっとは興味持てよ。あ、めんどくさいにゃん。で、なんか気になる記事はあったのよ。ありますよ。あるに決まってるじゃないですか。何？緊急特集、セントピーナッツバーグのゾンビたち。え、ゾンビ？何？なんて書いてあるの？深夜のセントピーナッツバーグ、この街では不気味な鐘の音が鳴ると、不死身の体を持つ謎の生命体、ゾンビたちが目を覚まし、街に現れる。にゃんと、コードが言ってたこととそっくりにゃん。でしょ？ほら、やっぱりゾンビはいるんだよ。いや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 、ごくたまーにあるガセ。間違い情報ってやつですよ、きっと。じゃあ、その記事の続きは？なんて書いてあるの？いいですとも。我々、ヌー取材班は、
危険を覚悟してゾンビたちを追跡、そして衝撃の事実を突き止めた。衝撃の事実？何それ？ゾンビたちはスーパーに集まり、なんと買い物を始めたのだ。ってはぁ、なんでゾンビたちが買い物を？確かに衝撃の事実にゃ。そのスーパーってモーシンデルマートってことだよね。そしたらこれで手がかりはつかめたよ。ゾンビはモーシンデルマートにいるんだ。それじゃあ今からスーパーに行くにゃ。どうしよう。あ、マックにも教えてあげようよ。なんか興味持ってくれそうだし。あれ、でもマックってどこにいるんだろう。時計屋に行けば会えるんじゃないですか。うん、そうだね、行ってみよう。ということで、スーパーなゾンビの秘密発見、ナビしてもらいましょう。次回はですね、モーシンデルマートのゾンビに突撃できるかな、していきたいと思います。今回はすき焼き初めてのゾンビナイト、寿司でもねやった内容なので、今回はですね、寿司の時にね結構こうやられまくって、何回もチャレンジリベンジチャレンジってやっていたので、サクッとストレートにゾンビナイトも攻略していきたいと思います。最後まで見ていただいてありがとうございました。それではまた、 See you!